リノリウムとは、アマニ油などを原料に製造される建材である。床材やインテリア素材として使われる。リノリウムの名は、ラテン語、ディナムと、ラテン語、オリアムからなるか番号である。発明者、フレデリック・ウォルトンの命名で、当初はカンプティコンと呼んでいたのを解明した。日本における、商標権は、スイスのフォルボ・フィナンシャル、サービス社が保有している。 黄色に染めたリノリウムの断面。リノリウムは天然素材から製造される建材であり、その名称の由来のアマニ油以外に、ジュートなどの植物繊維のほか、ロジン、木粉、石灰石、コルクコなどから製造される。また、着色も可能であり、敵に色素を加える場合もある。以上のような原料であるため、思考後少しの間、原料の油分が周期を残すものの、 次第に消失する。端緒として、ポリエンカビニル製の建材などに比べて、製造に時間がかかることが挙げられる。また、塩基製の湯解地材や剥離材を使用すると、応変することがあり、応変すると回復は非常に困難である。そのため、製造、維持には中性のものを使用する必要がある。また、表面の油膜が剥がれると浸透性が格段に上がるため、 その後の床い自在のノリが悪くなることもある。よって、定期作業などの際は、硬いパッドは避けた方が良い。逆に長所としては、天然由来のある種のウイルスに対する抗ウイルス性、ある種の細菌に対する抗菌性、脱臭効果が認められており、それに注目した医療機関や教育施設の床材として使用されることが多い。 また、バレエスタジオやステージの床材として利用されている。バレエは床が滑りすぎると転んでしまうし、滑らなすぎると引っかかって回れないため、適度な摩擦にするのがバレエスタジオにおけるリノリウムの役割とされている。1860年代にイギリス人のフレデリック・ウォルトンが発明し、その後世界中で大量に生産されていった。日本には加賀藩の藩士であった。 寺西福吉がアメリカ合衆国から持ち込んだ。寺西は1919 19年に東洋リノリウムを兵庫県川辺郡伊丹村で創業した。軍艦の甲板などに利用され日本の軍需産業を支えた。また教育施設などの公共施設の床や住宅のトイレなどの水回りにも用いられた。ところが日本では高度経済成長期に製造に 時間のかからないポリエンカビニル製の建材などに変えられていった。しかし、アマニュ由来の特定抗ウイルス製と特定抗菌製やプラスティック使用に伴う環境問題の対策やシックハウス症候群対策などで再度注目され、21世紀初頭においても医療機関や教育施設や住宅まで幅広く世界中で利用されて続けている。リノリウムのメーカーは 世界で三社で、すべてヨーロッパで生産される。ありがとうございます。